第四章、一節から十三節。さて、イエスは精霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そしてアレノの中を霊によって引き回され、四十日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。 神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてある、とお答えになった。さらに悪魔は、イエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄等を与えよう。それは私に任されていて、 これと思う人に与えることができるからだ。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、と書いてある。そこで悪魔は、イエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて行った。神の子なら、ここから飛び降りたらどうだ というのは、こう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。また、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスは、あなたの神である主を試してはならないと言われている。とお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を得て、 時が来るまでイエスを離れた。十四節から十五節。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。十六節から三十節。イエスは お育ちになったナザレに来ていつもの通り安息日に街道に入り聖書を朗読しようとしてお立ちになった預言者イザヤの巻物が渡されお開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった「主の霊が私の上におられる貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである」。 主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、 この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき、実現した、と話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ、自分自身を治せ、という言わざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、 教理のここでもししててくれ、れといいうに違いないそして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、 シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また、予言者エリシャの時代に、イスラエルには雷病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は、皆憤慨し、総立ちになって、イエスを街の外へ追い出し、 町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかし、イエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。三十一節から三十七節。イエスはガリラヤの町カファルナームに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。 その言葉には、権威があったからである。ところが街道に、汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだ。ああ、ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体はわかっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行け。とお叱りになると。 悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて、互いに言った。この言葉は一体何だろう権威と力と思って、汚れた霊に命じると、出て行くとは。こうして、イエスの噂は、あたり一体に広まった。三十八節から、 四十一節イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。日が暮れると、 いろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきたイエスはその一人一人に手を置いて癒された悪霊もわめきたてお前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行ったイエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった悪霊は イエスをメシアだと知っていたからである42節から44節朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると自分たちから離れて行かないようにとしきりに引き止めたしかしイエスは言われた他の町にも 神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そして、ユダヤの諸街道に行って宣教された。